ああ、なるほど。To see why today's benign conditions cannot continue, consider one reason why America's economy, in particular, has fared better than expected. これは？Fare better っていうのはね、ことがよりうまく運ぶ。Fare better。ああ、なるほど。Fare って行くとか運ぶって、ここはね、こういう意味なの。ことがうまく運ぶ。なるほど。ビナイっていうのはね、温和な、穏やかな、ビナイ。普通気象で言うんだよね。ビナイウェダー。穏やかな、ビナイはね。なるほど。to see、見ることをなぜ、なぜ、今日の、経済状態が継続しないか、継続できないかを、見ること、consider one reason why、見ることは、consider 考える、なんだ、考える、見ることは考える、one reason 一つの理由を考える。Why? アメリカの経済は、in particular、アメリカの economy in particular、アメリカの経済は、in particular、particular って特にとかでしたっけ？あ、そうそう、インパティキュラー、特に。特にアメリカの経済が、期待されていたよりもうまくいっている、理由を、検討、あの、か、検、検討すること。えー、えー、もし、検討することだ。もしだ。で、どういう意味だよ、これは。なんだろう。To なん see だろう。why today's benign condition cannot continue. これは？なんだ、今日の穏やかな経済状態が、継続しない、継続は継続できないことを、なぜ今日の経済状態が継続できないかを、見ること。見ること。見ることは、一つの理由を考えることだ。アメリカ、と、えー、特に、パティキュラー、特にアメリカにおいて、期待されたよりも、アメリカの経済が、うまくいっている理由を検討すること。役は正しいけど、意味は？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。これ何が言いたいんだ？ 何が言いたいの？することですよね。意味が何だろう。思いのほかうまくいっているアメリカの経済。なぜアメリカの経済がうまくいっているか、思いのほかうまくいっているのかを考える。そうだよ。そうですよね。で、それが、だから、金利が高止まりしてるのに、金利が高止まりしてるから、今みたいにいい状態は長続きしないだろう。それを考えることが、なぜ、アメリカの経済が思いのほかうまくいっているかを、うまくいっているか、その理由を考えることだ。ああ、そうだ、意味はそう。だけど、この前の 2C why today's benign condition cannot continue、 この意味はどういう意味？なんで、今のいい状態の経済状態が、長続きしない、続かない。
続かない、続かないかを 2C、なんだ、模索する、考え、 2C ってなんか、あの、なんか、なんだ、さ、なんだ、深掘りするとか、なんか、なんか突っ込んでみるみたいな、検討するとか、そういう意味ですよね。うん、2C ってどういう意味？ 2C っていうのが、なんだ、あの、そう、目的を持って、こう、なんか、理由を探すって、ホワイやから、後ろのホワイを探すっていう意味じゃないですか。だから理由を探すってこと。うん、で、あの、正確に翻訳すると、2C、Y ってどういう意味？正確に翻訳すると、2C、Y。理由を探すこと。違う。2C、Y。疑問を見ること。違う違う。だってさ、見ることって訳したら、次のコンシダーは文章続かない感もあるからね。そうですよね。そういうことですよね。C って、C って、あ、見るじゃないんだよな。何でしたっけ ?C。いや、いいよ、見るで。見るでいいんすか？うん。見ること、なぜ経済、順調な経済が、続かないかを見ること、予測する？違う。あれ？あの、ここの to はね、はい、ことじゃないんだよ。あ、見る、あ、そうか。だから、あ、そうか。経済が長続きしないこと、いい経済が長続きしないことを、見るために。その通り、検討するために。検討するためにとか、そういうことですか？検討するために。検討するために、一つの理由を、本質では考える。あ、そうそう、そういうこと。あ、そういうことか。あ、なるほど。だから、その今のね、あの、温和な状況が続かない。なぜ続かないかっていう、はい、私はそう言ってんだけど、はい、それを検討するために、はい、アメリカの現在の景気が思った以上にうまく運んでいる理由を、はい、一つの理由を考えてみよう。はい、考えてみる。はい。Its consumers have been spending the cash they accumulated during the pandemic from handouts and staying at home.その消費者が、はい、現金を使ってきた、その現金を使ってきたというのは、彼らがあの、コロナの間に補助、はい、援助金から、援助金から積み立ててきたキャッシュ、現金を使ってきている、そして家にこもっている。Those excess savingsWere expected to have been depleted by now. こうしたあの過剰な貯蓄は今までに depleted、 使い果たしてしまっていたと思われていた。いい？はい。But recent data suggests households still have $1 trillion left.Which explained why they can get away with saving less out of their incomes than at any point in the 2010s. はい、これは？しかし、最近のデータは、示唆している、あ、そう、ハウスホールズって貯蓄ですかね？家庭。あ、家庭は、あ、家庭は依然として1トリリオンの、貯蓄を残している。うん、で、それは、which explains、 それは説明される、why、なぜ彼ら can get away、with saving、 can get away with saving、彼らは can でき、get away っていうのは、 get away、 持ち逃げする、免れる、 saving less、 なんだ、セービングレス、アウトオブインカム、セービングレス、アウトオブゼアインカム、収入外、アウト、レスアウトオブ、なんだ、
アウトオブインカムズ、収入の、収入以外のところで、セービングレース、なんだ、逃れる、持ち逃げする。can get away with saving, less out of. あー、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。ポイントズ。ザン、インカム、なんだろう。they can get, 持ち逃げする、貯蓄を持ち逃げすることができる。なぜできるか、なぜできるか。収入の、収、レス、収入より少ない、あ、うん？なんだこれ、レス、レス少ないアウトオブインカムス、彼らの収入の、レス、レスザン、アウトオブインカムス、レス少ないザン、あとエニポイントイン、2010年代のいつ時点よりも、少ない収入なんだけれども、よりも、インカムス、なんだこれ。ゲタウェイズって逃れるだよね。逃れるですよね。うん、だからゲタウェイズセービングって貯蓄から逃れる。貯蓄から逃れる。貯蓄から逃れることができるのか、セービング、レスアウトオブゼアイン、アウトオブゼアインカムスっていうのは収入の、収入外ってことですか？収入の外ってことですか？違う違う、収入からより少なく貯蓄を逃れる。収入からより少なく貯蓄を逃れる。うん、レスアウトブって意味があるかな。レスっていうのは少なく。あ、そうですよね。レスはそうですよね。アウトオブ。本当。あ、ここにあったかな。ああ、なるほど。アウトオブって何々からっていう意味なんですね。そうだよ。ああ、そういうことですか。ごめんなさい。理解しなかったです。少なく、ああ、そういうことですね。だから、彼、2010年代のどの時点よりも、なんだ、どの時点よりも、収入からの貯蓄が少ない。なぜ少なく、少なくできたかを説明してる。少なくできたかを説明する。なぜかというと、その前の文章で、彼らはまだ1兆ドルの貯蓄があったからね。はい。だから、今の彼らの収入から、貯蓄する必要はないわけですよ。そうですね。ストック、蓄えがあるから。そうそうそう。うん。わかった？あ、はい。理解しました。ありがとうございます。